起立、気をつけ、礼。よろしくお願いします。はい、みなさん、おはようございます。先生、おはようございます。それじゃあ今日はことわざの勉強をやっていきましょう。ことわざとは昔から人々に言い伝えられてきた言葉で、生活の知恵や教訓を短い言葉で表したものです。世の中の真理を表したものや皮肉が込められているものなど、比喩を使ったものが多いですね。比喩とは物事を直に表現せず別なものに例えることを言います。それでは今日のことわざは、良薬は口に逃がしです。良薬逃がし、よく聞くことわざだけど、要するに薬は苦いってことかな。薬は苦いよ、当たり前じゃん。良薬とはよく聞く薬のことですね。つまりよく聞く薬は苦いってこと？言葉通りにとればそうなりますが、このことわざの意味としては、よく効く薬は苦いけど、それが結局自分のためになる。良いアドバイスや助言は厳しい意見が多いけど、それが自分のためになること、それを受け入れることという意味で使われますね。先生や親にたくさん注意されて嫌な気持ちにはなるけど、後から落ち着いて考えてみると、確かに言われた通りにしてればよかったなーって思うことあるね。そういうことなのかな。その通りですね。そうやってしっかり振り返って、助言してくれたことをしっかりと受け入れて、自分の成長につなげることが大切ですね。でも僕は褒められた方が嬉しいよ。それは誰でもそうでしょう。今日の授業はこれで終わり。また次の授業で会いましょう。チャンネル登録よろしくね。